はい、こんにちは、林です。今日はですね、先日購入したあのムジラコですね、ジェンダーレスの無印のアパレルラインナップのあのイージーワイドパンツをこの前買ってきたので、それをですね実際に履いてみて、まあ、レビューをしていこうかなと思います。まあ、その前にあのそもそもムジラボって何なのっていうことをね、多分ね、あのまだ知らない方非常に多いんじゃないかなと思いますので、この動画でですね、まずムジラボとはどういうブランドなのか、そしてその今回購入したイージーワイドパンツ実際に履いてみた感想というのをちょっとこの動画でねお伝えしていこうかなと思います。で、そもそもね、まずムジラボってどういったね、あのアパレルのブランドなのかというと、無印が展開しているジェンダーレスのアパレルのラインナップになります。あのジェンダーレスって聞くと、まあ、最近結構そういったねブームっていうの起きていますよね。まあ、男女ね、あの分け隔たりなく、あのまあアパレルのねこう洋服とかも着ていきましょうみたいな感じで、あの男性が着てもいいし女性が着てもいいっていうようなデザインなんですよね。で、それ結構良くて、特にね最近はあの男性の洋服も結構こう中性的というか、あの例えばこうワイドパンツだったりとか、こうシャツもちょっとゆったりとした感じだったりとか、まあ、割とね若い人を中心にそういったゆったりめのものを着るっていうね、なんかこうブームっていうのがあるんですよね。まあ、僕もね、あの例にもなく結構ねゆったりとしたシルエットの洋服っていうのが好きで、特に今着ているこのねスクエアカットシャツですね、これも無印のシャツで、これはメンズのラインナップなんですけれども、これもね若干無印の中では、無印のシャツって普通オックスフォードのシャツとか結構ピシッとしたね、あのスリムな感じのシャツが多いと思うんですけど、これに関してはちょっとゆったりとしたデザイン感なんですよね。サイズ感も L から XL っていう感じで、まあ、結構ね幅があると、まあ、最近はですねそんな感じで無印もゆったりとしたシルエットだったりとかボトムスっていうのをまあ出しているんですよね。で、今回のこの紹介するムジラボはですね、本当にこうゆったりとしたデザインが非常に多いんですよ。まあ、特にこのワイドパンツとかもそうですよね。こう無印って基本的にこういったワイドパンツとかあんまりこう出さないイメージなんですけれども、今回出してるんですよね。で、ちなみに今僕が履いているズボンも、これワイドパンツです。これは秋冬に出たワイドパンツで、今回はこれですね。はい、こんな感じのワイドパンツになってます。こんな感じです。で、これはイージーワイドパンツっていうもので、サイズが L サイズですね。はい、これです。こんな感じで。はい。で、これはですね、撥水性のある生地を使用してゆとりのあるシルエットに仕上げました。ウエストはベルトで調整できる仕様ですということで、これなんとですねベルトもついてるんですよ、ここに。ほら、だからもうベルトいらずっていう感じで、すごく便利ですよね。ただね、このベルトの形状に関しては後でもお伝えするんですけど、これね L サイズと XL サイズでベルトの形状が変わるんですよね。XL サイズはちょっとベルトがね、ちょっと頑丈というか、なんかこう、ごついんですけど、ただ、L サイズのベルトはこういう風にちょっとスリムというか、こんな感じのベルトになってます。だから、ベルトもいらないので、本当にもうこれ1枚で履けちゃう。だから旅行に行くときとかも、もうベルトとか全然いらないので、すごく便利かなとは思います。ということで、まずこちらのイージーワイドパンツですね。これをね、実際に今からちょっと履いていこうかなと思います。はい、実際に履いてみたんですけど、こういった感じですね。ちょっと本当は外とかで撮影したかったんですけれども、今こういった状況なので外で撮影できないので本当に申し訳ないです。ただ実際履いてみた感じこんな感じです。まあ、ワイドパンツといっても結構ねスリムな感じはするかなって思うんですよ。あの実際このウエスト周りからこの下にかけて多分テーパードの形をしてるんですよね。テーパードでこう下に繰り返ってこういう風にこうスリムになっていくタイプですね、になってるので、まあ、割と履きやすいと。で、実際に、ね、腰回りもすごくゆったりとしていて、あのそんなにピチッとした感じはないです。で、僕ねスキニーとかがあんま好きではなくて、まあ、その理由として、まあ、やっぱりねこのお尻周りとかがピチッとしてね、すごくなんか気持ち悪い感じがするんですよね。だけどワイドパンツとかに関してはここもゆったりとした感じなので、まあ、そんなに蒸れないと。だから僕夏とかは逆にこういったワイドパンツの方がいいなとは思ってたけれども、ただあまりにもワイドすぎるのはちょっとチャラいじゃないですか。これがね、実際にこれまで履いていた僕のワイドパンツ、これはですね、実は XL サイズなんですよ。なんで XL かっていうと、本当は L サイズ買いたかったけど、在庫がこれしかなくて、もう仕方なしにこれ買ったんですよね、秋冬に関しては。だけど、まあ、今回はこちらの、あのイージーワイドパンツは L サイズがちゃんと在庫があったので、入手することができました。まあ、僕は夏にかけては、こういったちょっとスリムな感じのワイドパンツがいいなと思ってて、あまりにもワイドすぎるパンツはちょっとチャラいイメージもあるし、あと T シャツとかね、やっぱ夏合わせるじゃないですか。ってなると、やっぱりこう足元にかけてこうシュッとした方がやっぱかっこいいと、僕はそういった感じのイメージがあるので、まあ、このワイドパンツはそこまでこう、あの大きくなく、逆にスリムすぎずっていう感じで、すごくちょうどいいゆったり感
あるんじゃないかなと思います。まあ僕がね、こういう風にゆったりとしたシルエット好きって言ってたんですけど、すごく僕好みの感じだなと思いました。で、あと生地に関してはこれ撥水加工がされています。撥水加工されているので、ちょっとパリッとしたイメージがありますね。僕がこれまで履いていた秋冬用のワイドパンツはちょっとコーデュロイの加工されていたので、まあどうしても秋冬用というか、あまりこう夏に履くと暑苦しいイメージがあるんですけど、これはパリッとした感じなので、まあ、それも爽やかな感じがあってすごくいいんじゃないかなと思います。まあ、ずっとこんな感じですかね。まあ、あとはベルトの特徴があるので、それを最後にお伝えして終わろうかなと思います。では最後ベルトに関してなんですけど、ベルトがですね、ここ特徴的でこんな感じなんですよね。こことここのそのベルト固定されてるんですよ。だからどこで調節するかというと、ここですね、ここに紐があって、こんな感じでこの要は装着部分をこういう風に動かすことができるので、まあだからこれをね、洋服のところにこういう風に近づけて、これをもうガチャッとスリッと開けと、で、あとはこれをもう余分なベルトはこちらにも通せばいいんじゃないかなというふうに思います。まあこんな感じですごくね、ベルトもすっきりとしたデザインなので、まあ履きやすいし、まああとやっぱりベルトがあるとどうしてもまあ邪魔というか、やっぱ持ち物も増えるので、こういうふうにベルト付きで、しかもかなりすっきりとした感じなので履きやすいんじゃないかなと思います。これはですね、7990円とちょっとね高いかなとは思うんですけれども、ただ無印のねラインナップ、無印ラボ、すごくこういうふうにパリッとしたデザインで、まあワイドパンツとはいえどもやっぱりちょっとねこんな感じでいいですよね。ここからちょっと撮影してみた感じはこんな感じです。まあそんなにねやっぱりワイドはしてないですよね。そこまで大きくはないと思います。はい、後ろもこんな感じ。まあ、お尻周りもね、ちょっとこうワイドパンツでこう出てる感じはあるんですけれども、ただそこまでね、やっぱり足元ですよね。これ足元がスリムになっているのは、僕はこのワイドパンツのすごくグッドポイントというか、そこまで大きくないので、やっぱりチャラいイメージはないかなと思います。この上に T シャツとか合わせてみてね、まあ、今年の夏はちょっと乗り切っていこうかなと思います。はい、ということで今日はですね、無印の、無地ラボですね、イージーワイトパンツ紹介していきました。最後にね、また無地ラボについて説明をすると、無印のジェンダーレスのブランドになりまして、結構ねミニマリストっていうかミニマリズム志向の方にはすごくおすすめのラインナップかなと思います。理由としてはそもそも服のラインナップが少ないんですよ。無地ラボって特にトップスに関しては月1でしかデザイン出さないんですよね。だから毎月その決まった洋服が出るっていう感じです。特に2月だったらパーカーとか、3月はシャツ、4月は T シャツっていう感じで、月によってこの商品が出ますよっていうのがあらかじめ告知されているので、もうその商品しか出ないと。じゃあなんでそんなことをやってるかというと、無地ラボのコンセプトのもう一つに、必要な服は必要最低限でいいよねっていう、そういった考え方があるんですよ。だから結構ミニマリスト思考というか、本当に着る洋服、僕らが着る洋服ってぶっちゃけそんなに、ね、いらないじゃないですか。ね、自分のお気に入りの服を必要最低限だけ持っておけばいいっていう考えが今ね、だんだん普及しつつあるかなと思うんですけど、そんな感じで自分のお気に入りの服を最小限持っておけばいいよねっていう、それがコンセプトになってるのが、これまた無地ラボの魅力なんですよね。まあ、なので結構ミニマリスト志向の方にはすごくおすすめですし、特に僕の動画を見てくださっている方の中にはそういった考えの方非常に多いかなと思いますので、無地ラボの洋服ぜひ試してみてください。男性でも女性でも本当にこうスッキリと着れます。女性だったらどちらかというとこうかっこいい感じになると思いますし、男性だったらこうちょっと中性的というか、結構今流行りの感じになると思いますので、無地ラボすごくおすすめです。ただ値段に関しては他の無印のラインナップのアパレルと比べると若干高いです。こちらのイージーワイドパンツも7990円なんですよ、ほら。まあ、なのでちょっと高いかなとは思います。だけど僕の場合もこれをね、今年の夏ずっと履き続けようというふうに決めてますので、まあ、こんな感じで必要最低限の洋服だけあればいいやという方には、まあそんなに高くないんじゃないかなというふうに思います。ということで今日はですね、無地ラボですね、無印のアパレルのラインナップ紹介していきます。まあ、こんな感じで僕のチャンネルでは無印良品で買ったアイテムの商品紹介だったり、まあ、あとは豊かに生活する方法っていうのを発信していますので、まあ、僕の動画今後も気になるという方はぜひチャンネル登録と、この動画がいいなと思ったらグッドボタン、高評価ぜひよろしくお願いします。あと僕個人ブログもやっておりまして、ブログではですね、僕が持っている無印のアイテムをまとめた記事っていうのを作っています。まあ、その記事を読めば僕が持っている無印のアイテム全部知ることができますので、まあ、林さんどんなアイテムを持ってるのかなって知りたい方はぜひ僕のねブログ読んでいただければなと思います。ということで今日はですね動画以上になります。次の動画でもお会いしましょう。バイバイ。